聞いてるくチャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいてる方どうもありがとうございます。さあ今日は昨日から引き続き、芸人以外僕は何の仕事をしてきたでしょうか、バラシ後編でございます。10代の頃からいろいろアルバイトして、そんでこの芸人の世界に入って、そして30歳の時松竹から吉本に移籍して、そして東京に来て、ほんでまあ先輩のところ浅草でちょっと居候をさせてもらってたんですが、その時にまあアルバイトをやり始めたのがカラオケボックスですよね。だからあの当時カラオケボックスって結構流行ってた時代やったんちゃうかな。せやな、あの時代は。だから1日に100万円ぐらい売り上げてたんちゃうかな。カラオケボックスというか、もうボックスというか、ちょっと結構ゴージャスな部屋で、それで食べ物が豊富でっていう、そこで、まあ、面接行きまして。で、まあ、その時、まあ、東京とかいろいろ番組も出てたんで、ちょっと顔さすんで、厨房の方でアルバイトやらせていただきましてですね。まあ、それで、忙しかったですよ。ほんで、厨房がね、バングラディッシュ人なんですよ。で、僕より3歳ぐらい年下のマハブーっていう彼なんですけどね。まあまあ、この日本に来て、家族がいてて、バングラディッシュにそのお金を送金してるんですって。ほんで、バングラディッシュで何してんの？工場の社長なんやって。で、工場の写真見せてもらったら、えらい敷地のところで工場をやってて、ほんでこっちで日本で稼いでっていう、そのマハブーによく怒られる。違う違う、タケイ君、切り干し大根はこうやって水切るって。なんでバングラディッシュ人に切り干し大根のことを教えられなあかんねん、思いながら。まあ、それ約半年ぐらいかな、アルバイトさせていただきましたよ。で、その時に、居候してた先輩の知り合いが、浅草でスナックをやってたんですけど、それを辞めるから、居抜きで貸してるから、竹やってみるか、みたいなんですよ。あと、まあ、自分で経営か、みたいな。ほんで、まあ、今まで、何回か、まあ、水商売、ボーイをやったりとか、そんなやってたんで、ちょっとまあ、水商売やったら、自分でやってみようか、みたいなことで、じゃあほな、って言ってやり始めたんですよ。で、それが浅草にあるお店で、もともと店の名前が J&S という、ようわからん、ジョーカーさんとサチっていう二人、これレズなんですよ。その二人が経営してた店、J&S って意味がわからへん。そこをまあ行き継いでお店やって。ほんでまあオープンした当初はね、カラオケボックスでアルバイトしてた、一緒に働いたアルバイトの男の子たち、まあ司法書士を目指してる子とか大学生とか、そんな子がいっぱいこう、アルバイト終わってこう飲みに来てくれたりとか、いろいろほんでカクテル作りとか協力してくれたりとかね、いろんなことをやりましたよ。でまあ、以前にもちょっと、これでお話しさせてもらったら、いろんなことがありましたよ。それで結局ね、3箇所、更新、2年ごとの更新かな。それで場所を変えて、それで2軒目が K2 っていう、それももともと店の名前、を引き継いでやって、ほんで次最後にサイド A という店をやらして、そこで、まあ、その時にもう吉本頑張ってたんですけど、結局、まあ、松竹から、お偉いさんから戻っておいでっていう連絡があって、松竹に戻らせていただきました。ほんで、松竹に戻って、東京の松竹でやりながら、まあ、スナックをやってたんですけど、まあ、なかなかね、うまいこといかず、ほんで、はっと気がついた時には、もう、その店をやって8年ですよ。その時に、何してんねん、俺と。俺、こんなことするためにこの世界入ったんちゃうわ。一からやろうと思って、ほんで、まあ、東京を捨てて、もう一回大阪に行こうと思ってたんですけど、で、そこでまあ、店は一応辞めまして、結構惜しまれて辞めましてね、結構浅草の名物の店になってたんですが、それで、まあ、すぐに大阪に行ってもらうお金がなくてね。ほんで、その時にね、また、その時に来てくれたお客さんで、向島という料亭の町があるんですけど、その料亭のおかみが、
武井くん、実は娘が花園という浅草でラウンジをやるから、それのサポート役として働いてくれへんみたいなこと言われて、俺もう店辞めたのに、まあでもやっぱお金がないしとかで働いて、来出したんですよ。まあそこでね、なんかそこの神がね、うまいこと口車に俺乗せられて、一軒だけ行く店が、私とこの従業員が住んでる下の店が空いてるんで、そこ月30万でやってみーんみたいなこと言われて、なんやもう俺も帰ろう、金もなかなかできへんし、みたいなことやり始めて。で、結局それもさ、4ヶ月ぐらいでやめたんかな。あ、こんなもんあかん、無理やと思って。ほんで次やったのが、まあバイク便。うん。それが38歳ぐらいの時かな。まあ人と関わることもないし、俺バイク好きやし、それ運ぶだけで、あ、これええわと思ってやりだしたらとんでもない。あのバイク便ってね、こんなに大変な仕事とは思わんかった。もうね、一箇所一箇所約30分ぐらいで着かないといけないんですよ。ほんで一箇所行くごとに1500円ぐらいまで歩合制なんですよ。それ1日15件ぐらい行くんですよ。もうね、手くたくた。ほんでね、俺最近、バイク便とかでね、一時を警察に捕まったりしてるじゃないですか。あれね、スピード違反とかね、高速道路で車と車がバーッと行ったりとかしてるの。あれね、仕方がないんですよ。その時間で行かなあかんか。だから俺ね、あれからね、もうほんまバイク便大変やなぁと、うわ、捕まったらまた許したれやとか思って、それでもうクラッチとかもここ皮むけてるし、体くたくたし、ほんで5日目よ。夕方、渋谷のとこで一軒配達して、ほんでもうご飯食べる暇もなくて、バイクの上でタバコ吸ってたらまだ電話がでてきて、その指令するのが俺より年下のやつよ。偉そうに言うなよ。じゃあ次は、品川の方行ってくださいって言われた時、俺とうとう線切れて、お前が行けって言うたんですよ。そしたら僕は、は?みたいになって。ほんで俺も切って、そのまま給料ももらわずに、こそっとバイクを事務所に置いて、帰ったという。まあそっからね、まあお金がある程度できて、そんで、よし、もう大阪行こうと思って、すべてを引き払って大阪へ行ったんですよ。ほんで、とりあえずマンション借りるだけのお金があって、ほんで、もう、松竹の大阪の方に戻って、大阪の方戻ったとしても、もうね、そら TKO とか、あの時やった増田岡田とか、アメリカザリガニとか、そういうのを若手をこう押してて、俺らみたいなもんは出戻ったって何もこう、振り向いてもくれへん。じゃあ何のために俺は戻ってこいって言われたんやとか思いながら、そこに葛藤がありながら、まあ食うていかなあかんし、まだバイトしてなあかん、何しようと思うんだ。相方が働いてる、元相方がね、ビッグブラザーズの元相方、カオルちゃんが働いてる、つてで、行ったのが板金屋なんですよ。どういった仕事かというと、まあ、屋根の張り替えですよね。瓦とかそれを履いて瓦の土を袋に入れて、そんで今おしゃれなこうカチャンカチャンって入れ込んでいく屋根の上の張り替えとか外壁とかね、そういうのまあまあ僕もともと大工の職人になりたかったからそういうの好きやって。まあでもやらしてもらったんですけど、まあ家から重曹というところまでもうそれ何キロも重曹大橋雨の中風の中でも自転車で行って弁当作って通ってたらもう顔真っ黒ですよ。もうタレントの顔やね、疲れ切ってるんですよ。そんでもそれ結局1年ぐらい働いたんかな。それである時ね、俺10歳年上の兄貴が死んでしまいまして、病気でね。そんで母親一人になって、いろいろもう俺あかんのちゃうかと、もういろいろ頑張ったけどもうこれであかんわって思ってる時に、先輩、松竹の先輩の長見長子の長子っていう先輩がいてるんですよ。長子ねえやって漫才師の、それがまあ大阪の箕面の隣の池田っていうとこ住んでるんですけど、でそこの箕面に面白い店があるから竹井君連れてったのは言うて連れて行ってくれたんですよ。ちょっと疲れてる時に。んなまあ、ボーイズバーやって、そこでまあ、俺も酒飲んで、わーっと、やっぱ芸人同士だから、わーっといろんな楽しい話して、帰りに、そこの店、店の名前が火の鳥って言うんですよ。その店の、社長が、オーナーさんが、じゃあ、家まで送ったるわって、車の中で送ってくれて、まあ、車の中で、後輩芸人もいてて、いろわーっと喋ってて、楽しくやってたら、まあ、社長が、結構面白いな、うちの店で働いてくれよ、って、住むとこもちゃんと用意するし、みたいなこと言うてくれてたんですけど、もう、いやいや、
もう俺は水商売はもうコリゴリやし、それでもうちょっと俺はもう田舎帰るしと思って断ったんです。ほんでまあ全て引き払って実家に帰ったんです。母親一人ですよ。遊んでるわけにはいかんから、どっかでアルバイトか働くとこ探そうと、結構大手の企業面接受かりまして、先輩から1万円の車をね購入しまして、それで次の日出勤ですよ。おかんに弁当作ってもらって、ほなおかん行ってくるわ言うて行ってる途中で、ふっとその当時芸歴25年ですよ、一体俺は何をしてきたんやろ、はあ、やっぱり俺は夢を捨てきられへん、俺はこのままやったら自分に後悔するし、何か人のせいにしてしまうと思ったから、そのまま弁当もそのまま服を一旦変えて、服だけ車に、1枚の車に置いて、その大阪箕面のボーイズバー火の鳥の社長に電話したんですよ。すいません社長、働かしてください。お世話になります。おお、来い来い。いつ来る？いや、今から行きます。って言って、車で徳島から、鳴門大橋越えて、淡路島越えて、そんで大阪箕面まで行ったんですよ。覚えてるよ。箕面のとこでドンキホーテルのとこで電話しながら、竹井君、そのドンキホーテルのとこ左に入んねや、みたいな。ほんで、そこで、まさかそこで、8年、9年もその街でいてると思わんかった。で、そこで社長にね、まあまあ口聞いてもうて、まあお金は全部自分で払ったんですけど、マンションも構えて、住むとこも構えて、そこで火の鳥で働きましたよ。それは俺頑張りました。なんでか言ったら、自分が店経営してたし、やっぱり経営者の気持ちもわかるし、経営者の気持ち、ほんでこんなね、まあ40手前の男を雇ってくれて、恩返しには何かって言ったら、売り上げを上げようと思って。それで今までの売り上げの倍売り上げた。それは何かって言ったら、やっぱり、こういうボーイズバーやから、スナックのホステスさんとか、それから一般の主婦の方とか女性の方、それがターゲットですよ。それでやっぱ男の色気みたいなのを出して、これでもうやっぱりね、客を思いっきり集めたんですよ。俺はもう大繁盛しましたよ。ほんである時に、妙なもんで人間ってね、こう良かれと思ってやったら逆に違う形で言われたりもするようになるんですよ。っていうのは何かというと、そのビルの店舗のスナックのママさんたちが、まあ後ほどその人、ママさんも出てくるけど、たちが社長に、あの店武井君に乗っ取られるよみたいなことを言われたわけよ。言われてるわけよ。ほんで社長もそれを鵜呑みにして、お前そういうつもりや、そんなつもりかみたいな言うから、社長、いや、そんなんじゃないですって。いやいや、みたいな。もうやめてもらうわ、みたいなこと言って。じゃあ、って、その時に、同じフロアで、まあ、その店の名前がサンタナという店の、まあ、そのビルの中で5店舗ぐらい店舗を持ってるんですけど、そこのオーナー不動産の社長が、その店やれへんかみたいなことを俺に声をかけてきてくれた途中で、俺はいやいや、断って、ここの火の鳥でお世話になってるんですって断ってたんやけど、火の鳥社長は、じゃあ僕辞めるんやったら、食うていかないし、いきなりこの土地から離れるわけにもいかんし、同じフロアでも店やってよろしいですかっちゅうて、それでまあ、おお、かまへんかまへん言うて、やったんですよ。で、オープンですよ。ほんなオープン1日前に、その火の鳥のその社長が、わしのことを武井は裏切った、あんな同じフロアで店をやって、なんと非常識な、もういろんなところに触れ回したわけよ。そういうとこから店オープンしたわけよ。その代わりまあ、いろんな部分でこう応援してくれてるお客さんもいっぱいおるし、もともと火の鳥のお客さんも来てくれて、まあ、ボーイズバーやって男の子を何人かやったって流行ったんですよ。その代わり、ビルの中では全員敵ですよ。もう誰も俺を応援してくれへんし、俺ほんまにこれをやりながら芸人をやってたんです。芸人やるったって舞台月に1回あるかないかですよ。そんな中ね、食うていかなあかんしみたいな感じでね、店の中ではね、もう本当にそこの同じフロアやから、そこの従業員ね、その火の鳥の従業員とか社長とか出くわしたりするの、俺喧嘩になったらいつでもみたいな、ほんまにこれちょっとね、危険な話だ、俺出刃包丁いつもここに刺してたんですよ、なんかあったらみたいな、もうそんな気持ちでやってたんですよ。
そんで、まあ、ボーイズバーでもやっぱりいろいろ繁盛したけど、やっぱりね、従業員抱えてそういう風なんだ、いろいろ問題があるんで、お客さんとのトラブルみたいな、そんなんだって、もこれは、誰かを傷つけることになるみたいにやめようと思って、そして俺一人で、また店をそこでやってたんですよ。そこでね、まあ、いろんな自分一人がネタをカウンターの中でやったりとか、まあそんなギター弾いたりとか、リクエストを歌ってもらうのに楽譜をいっぱい作って、なんか歌声喫茶みたいな生ギター弾き語りバージョンとかやったりして、客も備えに来るわけちゃうし、俺一人でやってて、あかんこれは、みたいな。じゃあ今度は女の子の店しよう、みたいなんで、ほんで今度は女の子募集してね、まあなかなかそんなん来ないですよ。ほんで一回来たのが、もしもし、何々ですけど、あ、おいくつですか ?32 なんですけど、みたいな、あ、来てくださいって来たら、おばあちゃんなんです。どう見ても70代なんですよ。どこをどう見て30代よう言うたなって。でもおもろいからずっと面接したろうと思って、喋ってた途中でパッと見て喋らんなと思った。寝てはんねん。あのすいません、あ、すいません、ちょっと疲れてたんで、言うて。まあ、来るんやったら来てくださいって、俺、おもろいから言うたんですけど、自ら辞退しはりましたけど、やっぱりあかんも思ったよね。まあ、そっから女の子何人か雇ってね、いろんな女の子協力してくれた子もおるしよ。店も暇なのにね、頑張ってくれた子もおるし、まあまあ、いろいろ女の子雇うのも、そら大変でしたよ。そこのね、店の店舗のオーナーもね、むちゃくちゃな、なんか、うちの店の従業員にごちゃごちゃ言うてきたりとか、手出してきたりとか、なんかそんなんまで、でもこっちは店を、店舗を借りてる間柄やから、みたいな、ほんで家賃も遅れてるし、みたいな、そんなんでね、我慢して我慢してやってたのよ。でも、もうこれは、やめようと思って、もう店閉めようと思って、閉めようと思った時に、まあ、そこのオーナーさんが、わかったと。そしたら、まあ、家賃をちょっと下げたるから、とか言って、まあ、下げてくれたんですよ。まあ、それを断ってでもやめとった方が良かったんかもわからんけど、まあ、それやったら、まあ、食うていかなあかんしって。ほんで、まあ、店をまあ、再開でずっとやっていこうと。しかし、これ一人でやるのもな、ほんで男の子のボーイズバーもやるのもな、女の子雇うのもな、みたいな、どないしょって悩んだ時、そや、男でもない、女でもない店やったろうと思って、そうそう、よくある、ニューハーフの店。いや、待てよと。もう、ニューハーフとか古い。じゃあ、なんや、言うたら、ニューハーフとかでは、女の子の体になったりとかしてるね。ほんで、下だけ男の子、みたいな。いや、違う。体は男のまま何にも揃わしてないけど、女装してメイクしたらスイッチが入るという女装っ子の店にしたろうと思って。なんか俺もそれいろんな情報聞いてちょっとね、面白いなと思って。そんでまあ面接でね、そういうサイトがあるんですよ。ほんでそれ、不慣れな俺パソコン使ってネットを使って募集したんですよ。で、ちょこっとくりゃええなと思ったら面接がアホみたいに来て、ほんで俺この女装の文化ってこんだけシェアが広いんやと思って、これは俺いけると思って。ほんで店の中でね、カーテン作って仕切ってメイクして着替えれるように衣装とかウィッグとかも置いて、男性のまま働きにいて、例えば嫁さんに彼女には内緒やけど友達に内緒やけど、こういう、女装する、スイッチがあるんや、みたいなんで働きたいみたいな、そういう環境づくりしてやり始めたんですよ。それはもうね、初めて。まあもう一回話戻ますけど、浅草から J&S というスナック、K2 というスナック、そんでサイド A というスナック、そして、サンタナというスナック、全部これもともとある店の名前をそのままやってたっていうのは何かと、俺は芸人やし、これ本業ちゃうからっていう、気持ちがあったから、でも今回この女装の店やった時に、俺、これはちゃんと責任持とうと。ほんで、自分の芸人をやってるタレントをやってる並行として、これも一つの表現やと、することに、俺は店の名前を初めてつけたんですよ。それが男の子、男
の娘と書いて、男の子クラブって。ほんで看板もね、それ従業員の子が、そういう電飾とか作ったりしてる子、その子が作ってくれて。ほんでホームページもそのスタッフで働いてるホームページを制作したり仕事をしてる。だからみんなでいろんなことに才能が長けてるんですよ。それですごくエンターテインメントが性が高い。そらね、いろんな問題がありますよ。そら変な子も来たりするよ。面接来てね、3日ぐらい誰とも喋れんし、どないしたらやったら私対人恐怖症なんですって、だったら働くなよと、そんな子がいてたりね、まあ、こういう浮き沈みの子が激しかったりする子もいてたり、ね、面接来てね、こんにちは、面接来たもんですってパッと見たら、俺最初エアコン直しに来た人かなと思った。おっさんやんけ、おっさんがもう三つ編みのウィッグ被ってるんですよ。ね、とか言ってたんだ。もう俺も遠回しに、うちの子、若い子でちょっと女の子に近い魅力的な子がね、女性的な子がいてますからね、みたいな断り文句言ってたら、その子、なんかウィッグつけ直して、って急にこうね、所作を変えた。いや、そういう意味じゃないよな、みたいな。オーナーちょっと暑いのでセーター脱いでいいですかってセーター脱いだ時、一緒にそのウィッグ取れて角刈りやってん。そんな人が来たりとかね。それでまあ、そこでまあ、ネット配信をしてみたりとか、雑誌にも載ったね。それからまあ、テレビの取材とかもあったりとか。まあ、それで、まあ、5周年かな、男の子クラブ5周年の時は、箕面にある大ホールを借りて、んで、松竹の早々たるメンバー、横山高志博士、海原遥か彼方師匠とか、坂井国を通る師匠を読んで、演芸大会を箕面の人500人集めて、そこに男の子クラブの、5周年も含めて、ほんで、スタッフの子でオープニングでギターバーンと弾いたりとか、そういうのやったりとかね、してやってたんですが、な、ちょうど僕は49歳の時ですよね。もう箕面に来て9年目ぐらいの時ですよね。何してるんや俺と。俺もこのまま、ほんで疲れ切ってそれまでの間に、まあ病気で倒れたりとか、狭心症で倒れたりとかいろいろありましてね。俺、このままで終わってまうと。もう俺、最後の勝負をしようと思って。もう、その、中途半端にね、月1回、2回出るかの、門座という劇場に、そこそこ出番、取りに近い出番出してもらって、それで店やってって、俺はこんなこと目指してきたんちゃう。天下取りに来たん。スーパースターになりに来たんやと。徳島から何もないまま出てきた、あの時に戻ろうと思って、俺は店も全部やめて、みんな惜しまれて、やめましたよ。それで、その店やってる男のクラブやり出してから、あの、火の鳥で働いてる時、あの、社長に、スナックのママが竹井くん、あの、竹井くんに、あの店乗っ取られるよって言うてた、そのママさんすらも、男の子クラブやり出して、すごく応援してくれるようになって、ビル全体がすごくこう、来てくれるようになって、僕も行くようになって、すごくみんな、皆さんに、ビルの人たちにも、可愛がってもらってる中、俺は、あ、逆に、俺は、芸人なんや。芸人で一生を遂げるんや。これは、俺は最後の勝負かけようと思って、全部捨てて、ありったけのお金、まあまあ、そこそこお金貯めましたよ。それで、いろんな知り合いの協力もしてもらいながら、東京に全部捨てて行ったんですよ。そんで、そっから、まあ、呼び込みライブを主催したりとか、いろんな、まあ、芸人の細かい仕事見つけたりとか、まあ、いろんなことをやりながら、今に至って、まあ、それまではアルバイトというアルバイトはしなかったんですけど、まあ、今この時点になって、まあ、貯蓄してきたお金も全部なくなってしまって、それで、まあ、収入もコロナで、なかなか大変やし、ということで、まあ、今、最後のアルバイトしてるのが、老人介護施設でアルバイトをしてると。いうことでございますよ。まあ老人介護施設でね、まあ俺が逆にも老人に近いんですけど大丈夫かっていう感じやった。でも大丈夫、大丈夫、お年寄りのね、利用者さんのね、方たちをと思って行って、昼からの出勤の時この前行ったら
靴箱のところに、こっち側にこう食堂で食べるとこあるんですけど、靴箱で上履きに履き替えると、あ、俺今日出勤の日ちゃうわって、日間違うてん。で、他のスタッフにバレないようにこそっと上履きを外履きに履き替えて走って逃げてっていう状況からなんでございますよ、うん、あ、これコーヒー、あ、いや、コーヒーと思うやろ、ちゃうねん、醤油飲んでんねん。チャンネル登録、いいねボタン、拡散、コメント。